このね、あのこれを脱いで、さあもう後半です。皆さん、後半というかもう折り返しはとっくに過ぎましたけどね。ここからちょっとね、またダンスのところに入っていくんでね。皆さん、水分補給しときな。した？本当にしてんの？大丈夫？あの歌手あるあるでさ、歌い手あるあるなんですけど、こうやってもう今水分補給しとこうと思って水分ガーッと補給するでしょ。それで歌い始めるじゃん。歌ってる最中に途中でゲップしたくなるね。あるあるよ。こっからサイレント逃しをするわけよ、うん、あんまり水分取らない方がいいね。まあ、ということで、まあ、皆さん行きますね。はい、なんで座ってんの？疲れたの？あれ？なんかさ、今日座ってる人もさ、もちろん多いけどさ、そういうのに慣れちゃった、ね、鍛え直すよ。お本当にしばくよ、マジで。お前ら本当、高いお金払って見てくれる人にしばくとか言ってるけど、本当に本当、それが普通だと思っちゃいけないぞ。はい、あ、常に怖いんだから俺。知ってるとか言って。いやでもね、本当にまあちょっと今日はあの嬉しさのあまりちょっと毒舌入っちゃいましたけれども、さあ後半戦行ってみたいと思います。それでは聞いてください。おい車屋、時を飛び
最高の家。最前線に立って僕らと夢描いてみないか。衝動は抑えきれない合図となって走り出したんだ。さあ非分障害物を僕らを前から落として取り入れく心で前に進めさあ戦争さ、その魂をまだまだいけるか、レディーが未来へ飛ばせる最高の夢。やめちゃってそんなイラで解き消せば君は終わらない。落ち込んじゃったら俺落ち込んじゃったら僕に歩いてくれないよ。
けならば追わない方がマシさ。Bye.